ウネンラギアアカは、主に後期白亜紀の南アメリカ大陸から化石が発見されているドロマイオサウルス科に属する獣脚類の恐竜のアカ。北半球に分布していたドロマイオサウルスアカなど、シンドロマイオサウルス類と比べて分部が細長く、また走行に適した足の構造をしていた。小型の獲物を捕らえていたと推測されている。アウストロラプトルの生態復元図。 ウネンラギア赤の大半はアルゼンチンで発見されている。最大の属は、全長高から6メートルのアウストロラプトルで、最大のドロマヨーサウルスカ恐竜の一つでもある。ウネンラギア赤を、他のドロマヨーサウルスカから区別する特徴には、長い地道弓と、情報突起により、硬くなったを、縮小した第二の爪、後方に向いた、地骨、非常に長い噴部がある。また、 うねんなぎア赤には上端が狭まってアーク止めたターサルに近い構造をなした中足骨を備えた細長い後足がある。このようなシンドロマエオサウルス類とは異なる解剖学的特徴はパンゲア大陸がゴンドワナ大陸とローラシア大陸に分かれたことにより他の近縁属種から地理的に孤立して異所的種文化が起きたことによる。 2017年のハルシュカラプトルの記載の際にカウラはウネンラギアアカを以下のように位置づけたドロマエオサウルス科の系統解析を発表した。2019年にヘスペロルニソイデスが記載された際、ウネンラギアアカを含む原鳥類の多くのグループに系統解析が行われた。同研究ではラホナビス、ピロラプトル、ダコタラプトルがウネンラギアアアカに位置づけられた。 ウイトレラプトルの中足骨ギアネチニラによる2020年の研究では、ゴンドアナ大陸に生息していたウネンラギア赤は、ローラシア大陸のシンドロマヨーサウルス類とは異なる狩りの特殊化を遂げていたことが示唆されている。シンドロマヨーサウルス類の大通詞の第二施設骨は短く、短く広い中足骨や、詞骨と中足骨の腸外状の関節面と組み合わさって、 死骨により生み出される力を強めることができた。おそらくこれにより、シンドロマエオサウルス類は、ウネンラギア赤と比較して、足の握力が強く、より大型の獲物を効果的に抑えつけて殺傷できた。対して、ウネンラギア赤の中足骨は、アークとメタターサル構造に近くかつ細長く、そして蝶ツガイ状の関節も、シンドロマエオサウルス類ほど発達しておらず、 彼らと比較して走行性が高く高速で走ることができたと推測される。加えて、大通子の第二施設骨が長いことから、小型で素早い獲物を捕らえるための俊敏な動作も可能だった。これらの形態の際は、移動能力や狩りのスタイルを左右し、南北半球でそれぞれのドロマオサウルス化を形作った進化の過程に影響した重要な特徴であった可能性がある。 ありがとうございます。